ヘレン・ドーナとヘレン・ドーナとはアメリカ合衆国出身のドイツのソプラノ歌手である。英語風にドーナス、誤ってドナーとドナースと表記されている場合もある。旧姓はアーウィン。ドーナとはテキサス州コーパス・クリスティで生まれ、同地の大学に学んだ後、ニューヨーク州でパオラ・ノビコバとシーダ・ホールに学んだ。1958年、ニューヨークでコンサート歌手としてデビューした。 1961年、西ドイツケルンのオペラ研修所に加わるとともに、ケルン私立歌劇場の一員となり、ラインの黄金の第二のラインの乙女役でデビューする。1964年に、ザルツブルク音楽祭で、モーツァルトの魔キのパミーの役を歌い認められる。1966年ハノーファー歌劇場と契約。同地で彼女は、指揮者、クラウス・ドーナトと出会い結婚した。 1965年からウィーン国立歌劇場、1967年からはバイエルン国立歌劇場にも出演するようになり、名声を得る。1984年、ハンブルク中立歌劇場の日本公演で初来日し、パミーナを歌う。ドーナとの声種は、ソプラノリリコで、パミーナのほか。 ニュルンベルクのマイスタージンガーのエーファやバラの騎士のゾフィー、カルメンのミカエラなどを得意とする。また、JS バッハやヘンデルのオラトリオやカンタータをはじめとする教会音楽の優れた歌い手でもあるとともに、夫、クラウスのピアノ伴奏で歌曲リサイタルも行っている。ありがとうございます。